熱がこう高まったっていうね声もよく聞く、そんなスタジアムでの今日は対戦となります。間違いなく両チームの選手たちの後押しになるはずです。家永君左にいます。山本左、佐々木です。近くを使います。家永外して中へ、やせろー。この家永選手が右サイドからボールサイドにこうボールを受けに行くことによって距離感良くなりましたよね、はい、やはりこの狭いエリアの中であのパス交換というのはやはり川崎の良さの中で、このクロスボールもギリギリのところ、マルシーニョカウンターに行く、ね、ロンターレ、マルシーニョ左には山本サポート、マルシーニョ山本を使う、山本中へ、山梨、マルシーニョ、山本、山田新、フィニッシュまで持っていきました。フロンターレのカウンター、山本から右のスペース、家永ダイレクト、ファーサイドコントロール、左足こぼれた、脇坂、もう一度脇坂です、落とします。ちょっとこれがずれましたが、すぐサポート、佐々木、右の家永クロス、速いボール、川崎がボールを持つ時間帯でしたけれども、やはりこのゴールに向かう勢い素晴らしいですよね、はい、この家永選手の右のクロスですけど、真後ろの選手と山田選手しっかりこう17節の名古屋戦でも序盤に2得点を奪って2点のリードを取ったんですが、それ以来となってます。マテウス・サビオからファーサイド、アプリ返した、飛び込む、うわー、1点返しました柏レイソル。ゲーム立ち上がりから互いに点が入ります。まあ、川崎のこうゾーンでの守備の中でファーサイドのジェイゴ選手、まあ、ずっとフリーでいたんですよね、まあ、そこしっかりポテンスサビオ選手見えてた。前半アディショナルタイムは2分です。日本長いボール、マテウスサビオ収めた、ビッグ横パス、木下左足、ちょっとまだあります、滝さん落としたサビオ、さらに後ろから戸島、立花田のブロックです。ジョンソンのパンチングです。山田優斗が拾います。速いボールを送ってきた、飛び込む、いや結果残しましたね、はい、いやでも一つ言えることは山田選手のクロスですかね、このディフェンスラインとゴールキーパーの間を使った、マイナス、マルシーニョ、いやー、川崎の選手のアプローチだったので接触があったのかどうかというところですけど、はい、ここよく見てましたけどね、瀬古選手がここですね、多分あ瀬川が詰めたところですね、おそらくこぼれた後、うん、ジェゴ、橘田、競り勝って小山津、安藤をアピールしてますが、確かにボールは腕には触れていたようには見えましたが、すごく微妙です。そうですね、当たってはいますけれど、PK です、ね、止めた、まだあります、折り返し、コーナーキックです。いいですね、ちょっとコースは甘かったです。ここでファイナルホイッスル、5試合連続ドローという。